何かと話題になるフランスで、菅、今年、南シナ海へ、極秘任務で、フランス海軍原子力潜水艦が来たことをご存知でしょうか。オーストラリアとの潜水艦建造計画が白紙になり、フランスは今回、南シナ海で、どんな任務をしていたのかを詳しく見ていきます。米英との亀裂も発表していますし、EU 連合で、対中政策を新たに作り出すと言ってますが、遠くにいる国が、近隣諸国にいる国とは違って、のんきに構えているから、白紙になるんです。近隣諸国では、対中政策は、喫緊の課題となっており、フランスのように、のんきに、潜水艦建造をやっている、国とは違います。迫る脅威が、すぐそこにあるんですよね。フランスの考えでは、手遅れになりますしね。2021年2月8日に、フランスのパルリ国防省は SNS 上で、同国海軍に所属する攻撃型原子力潜水艦のエムロードが南シナ海で活動していたことを明かし、周辺各国の注目を集めた。パルリ国防省によれば、攻撃型原子力潜水艦エムロードと、その支援艦のセーヌの2隻が、インド、太平洋地域の哨戒行動の一環として南シナ海に入ったと写真を公開したのだ。この投稿が注目を集めた理由の一つには、通常どこの国の海軍であっても、現在では所属する潜水艦の行動や現在地などは秘匿されることが常であり、この原則に反していることが挙げられる。また南シナ海は近年、中国が自国の領海だと主張している渦中にあり、このタイミングで同海域から遠く離れたフランスが中国を刺激しかねない行動をなぜあえて公表したのかとの声もある。中国が南シナ海を領有するという姿勢に対しては、アメリカ海軍などは定期的に同海域に艦艇を派遣して航行の自由作戦と称する、その支配権を否定する動きをこれまでも示している。今回の攻撃型原子力潜水艦、エムロードと支援艦、セーヌの南シナ海派遣も、そうした中国への抗議行動の一環だと、パルリ国防省は説明しているが、額面通りには受け取れない。攻撃型原子力潜水艦、エムロードは、1980年代から導入されている、リュビ級原子力潜水艦の6隻のうちの1隻であり、同艦は、その4番艦にあたり、1988年に、就役をした、比較的旧式な艦艇だ。リュビ級原子力潜水艦は、水中排水量、2670トン、全長 73.6 メートル、全幅 7.6 メートルと原子力潜水艦としては、非常に小型で、兵装としては、艦首に 533mm 魚雷発射管4門を備えている。これは、現在の海上自衛隊の主力艦である、そう、竜型が、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに 533mm 魚雷発射管6門搭載となっているのに、比べてもはるかかに小型だ。現在、フランスでは、これら、エムロードなどリュビ級原子力潜水艦を代替する新型艦として、シュフラン級原子力潜水艦を建造中だが、スケジュールは、遅延中で、収益のめども、はっきりとはしていない。このシュフラン級の機関部を通常動力型に変更したものが、オーストラリア海軍のアタック級潜水艦として採用された状態なのだが、こちらもフランス本国同様に計画は遅れ気味で、建造費も高騰が著しい。
アタック級潜水艦の建造費の高騰は、たびたび話題となっているが、12隻の建造予定に対して、すでに1隻あたり5000億円を超過する計算になっており、費用対効果が疑わしいとは、ためにも映る。そのため補充合体艦として、今回のエムロードの南シナ海派遣を、フランス製潜水艦に対するマイナス面のイメージを払拭し、むしろ、その高性能さをアピールすることが目的との見方も出ている。確かに、エムロードは、前述のように、1988年に就役した、いわば旧式な潜水艦であり、それが20年以上経過した現在でも、フランスからの遠洋の航海を経たことは、一定の信頼性を見せたかもしれない。これは、以前に、日本政府も、15年以上前から、南シナ海での海上自衛隊の潜水艦の訓練を行っていたと、あえて発言したこともあり、中国を牽制する上でも、フランスの存在を示したとも取れる。日本の場合は、暗に旧式な潜水艦でも、すでに南シナ海に進出することが可能だと知らしめる意図があったと言えるが、今回のフランスが、同様な効果を狙ったとした場合の中国の反応はどうだろう。現在までのところ、中国側からのこれについての反応は全く聞こえてきておらず、すでに64隻の潜水艦を保有する中国海軍から見た場合、実は1隻のエムロードなど眼中にないとの見方もあるようだ。エムロードの最近の足取りとしては、2020年11月にオーストラリアのパースに寄港し、同月末にはグアムのアプラ港に姿を現し、翌12月には日本やアメリカとの軍事演習を行ったとされている。今回のパルリ国防省の SNS での報告の後、この2月にはインドネシア海軍との軍事演習を行ったことが同国からも報告されており、日本やアメリカとの軍事演習後に南シナ海入りした公算が大きい。そこから推察するに、エムロードの南シナ海進出は、2021年1月から2月頭にかけて実施されたと考えられるが、その報告は、バルリ国防省の SNS しかないため、中国を牽制するブラフの可能性もある。そういえば、インドネシア海軍は、韓国からの潜水艦調達を進めていたが、先頃から、突然、その連続航行日数についての不満の声が、国防省から出され、追加の契約はキャンセルとも言われている。インドネシアが、オーストラリア海軍のように、1隻5000億円もの費用を潜水艦に投入できるとは、現状思えないのだが、人口は、優に2億人を超える新興国につき、フランスの思惑もあるのかもしれない。